皆さんこんにちは、Bレジェンド染谷です。皆さんこんにちは、Bレジェンド管理栄養士の布目です。皆さんお盆どういかがお過ごしだったでしょうか。ね、早速、まあ、お盆明けなんですけれども、Bレジェンドは新作の、ね、商品を発売したいと思います。よいしょ。Bレジェンド、超増量よ。以前からね、Bレジェンド増量っていう商品がね、1キロのサイズで展開してたんですけれども、そちらのね、スペックっていうのを改めて見直して、体をね、大きくしたい、バルクアップしたいっていうお客様のために素晴らしい商品を開発いたしました。だいぶバージョンアップしましたよね。そうですね。こちら社内では、令和の怪物と言われてます。ちなみに、味の方なんですけれども、チョコっとどころじゃないチョコ風味。はい、本当にチョコっとどころじゃないんです。実際こう試作の段階で何回か飲んだりしてるんですけど、とんでもなく美味しいです。やっぱ令和の怪物っていう名前は欲しいままに。押しますね。ものすごく美味しい商品。私も初めて聞きましたけど、いただいておりますんで、まあその辺ちょっと細かいスペックの方を布目さんに解説していってもらおうと思います。はい、ですね、はい、まあ今までもその増量ってあったんですけれども、まあやっぱりですね、その私も YouTube とかブログとか書いた時に、その増量したいっていう方がすごく多くて、いろいろとご意見いただいたりしてたんですね。で、本当増量に悩んでる方って多いんだなっていうところで、やっぱりそういう方たちってたくさん食べられないっていうところが、まあ共通している悩みでしたり、食べても結構食べてるんだけれども増えないっていう方でも、やっぱそういう方たちがその増やすためには、体重増やすためには、やっぱりその摂取エネルギー量っていうのを増やさないといけないですし、そしてまた取るものもね、その何を取ってもいいっていうわけではなくって、しっかりと筋肉をつけつつ、増やしていくっていうものをプラスアルファで取っていただきたいので、そこをまあ重視して、内容の方は、考えております。で、まずですね、エネルギーなんですけれども、前回の増量がですね、1食あたり113キロカロリーだったのに対して、今回の超増量はその約9倍の1食で1015キロカロリーとれます。さすが、目を変えるんです。すごいですよね。そう、1食で1000キロカロリー超えのものが取れるという、ちょっとすごくインパクトのある商品を作りたいということで、そのようになりました。そして、タンパク質なんですけれども、まあ、前回1食で 16g 取れたのが、今回は、約 2.5 倍の、40g ですね、取れます。普通のプロテインの倍の量、ね、多いですね。はい、多いです。タンパク質もやっぱりね、重要なのでしっかり取れます。そして、次、脂質ですね。前回は 1g だったんですけれども、今回はその50倍の 50g ですね。はい、50g 取れます。へー。で、まあ、一見ね、後でもちょっと説明しようと思ってるんですけれども、脂質ってちょっとイメージがね、太りやすいって、脂肪になりやすいっていうイメージありますよね。そうですよね。だと思うんですけれども、脂質ってすごく効率の良いエネルギー源で、タンパク質と炭水化物って 1g あたり4キロカロリーなんですけど、脂質って 1g あたり9キロカロリーで、倍以上、同じ量でも倍以上のエネルギーを摂取することができるんですよ。ただ確かに脂肪になりやすいんですけれども、これに使われている、脂質っていうのは中鎖脂肪酸を8割ぐらい使ってるんですよ。で、中鎖脂肪酸っていう脂質は脂肪になりにくい、はい、そういう脂質なので、エネルギーとして使われやすい、そういう脂質を、使っています。そして炭水化物が、前回が 10g だったんですけれども、これは10倍で、101g 取ることができます。素晴らしいですね。すごいんですよ。で、トータルで、はい、トータルでカロリーが、9倍の1015キロカロリーになります。すごいですね。はい、すごいんですよ。で、さらに、詳しくいくと、炭水化物はですね、3種類入れています。
マルトデキストリンと、加糖とブドウ糖ですね、はい、これそれぞれ吸収スピードが違う炭水化物なので、まあ、エネルギー源としてもすぐにエネルギー源になるもの、ちょっと時間が経ってエネルギー吸収するものって感じで、吸収スピードの異なる、糖質を3種類入れてます。で、やっぱりね、炭水化物って、まあ、ご飯とかに多く含まれているんですけれども、まあ、たくさんね食べないと、いけないじゃないですか、うん、で多分増量したい方って今でもそのご飯結構普段よりも多めにね食べるように努力されてるかと思うんですけれども、やっぱり、量が食べれなかったりする場合があって、でこの今回の、入ってる量の、101g っていうのは大体お茶碗ですね、大盛り1杯 270g ぐらいの大盛り1杯のご飯分が、この1杯で、取れる炭水化物量が入ってます。なるほど、うん、なので普段の食事にプラスアルファでご飯茶碗1杯分の、炭水化物を、これ1杯飲むと取れるっていうですね。さらに良質な脂質とそうタンパク質も取れるから、そう、その分がさらにプラスアルファで取れるんで、炭水化物だけじゃなくて、はい、なのですごく、まあ、効率よく、そして、まあね、次回味のレビューもするんですけれども、ものすごく美味しい、はい、く出来上がってるので、美味しく楽しく飲めて、それでいて1000キロカロリー取れるっていう内容なので、すごく増量したいって方にはもう待ちに待った商品になるんじゃないかなって思います。そうですね、はい、じゃあ摂取タイミングとしたらこれはどうですか、どの辺のタイミングが一番ベストか。そうですね、まあ、脂質も入っているので、トレーニング後とかはやっぱりタンパク質の吸収と炭水化物の吸収を早くしたいので、その時にはちょっとあまり脂質が入っている分、うん、少し吸収スピードゆっくりにしてしまうので、トレーニング後はあまり向かないかなと思います。で、私はまあ間食で、間食だったり食事の後に、プラスアルファでちょっと飲んでいただくような感じがいいかな。そうですね、本当デザート感覚で飲めるので、食後のコーヒーみたいな感じで飲んでいただくのもいいと思いますし、一気にねその1食分を取るというのもいいですけれども、1日のうちで何回かに分けて1食分を取っていただいたりするのもいいかと思うんですよね。このスプーンで6杯なんですけど、うん、これ3杯分を2回に分けていただいたり、もしくは2杯を3回に分けていただいたりして、1日の食事にプラスアルファで、まあ、お好きなタイミングでそうやって取ってプラスして取っていただければいいかなって。そうですね、それだけで普段の食事にプラスして1000キロカロリー取れるので、そう取れるね。なるほど、バルクアップにつながりやすいってことですよね、はい、そうですね、はい、でちなみにこの、まあ1015キロカロリーって、食事に、してみるとどれぐらいの量かって言いますと、例えば焼き魚の定食、はい、焼き魚があってご飯とお味噌汁と、まあ、ちょっとお漬物とかの、うん、よく一般的な外食に行った時に出てくるようなそういう定食1食分でだいたい500キロカロリーぐらいなので、うん、まあ、それ2人前あそれを食べないといけない、はい、そうです。 1000キロカロリー取ろうとすると、うん、やっぱそれぐらい食べなきゃいけないんですよ。あれですね、朝食べて昼食べて、はい、夜食べてそこにプラスして、そう焼き魚定食を2人前、はい、2プレート食べないといけない、はい、めっちゃきついですよね。そうなんです。確かに、はい、それが大体、うん、これ1食でその補える。ああ、なるほどね、飲むだけってことですもんね、はい、そう考えるとだいぶね、量も少なくて済むし、しかもやっぱドリンクなんでね、そうですね、これ飲めてるやつは確かに飲めますね、うん、そういった意味ではすごく手軽に1000キロカロリー摂取できる商品になっているかと思います、はい、こちらの飲み方なんですけど、通常でしたら大体200ミリの水にこちらの黒スプーンで1杯っていう形だったと思うんですけど、こちらのね超増量は、大体水をね400ミリぐらい、まあ、300から400の水で、お好みになりますけども、うん、私たちは結構400ぐらい濃いめの方が、ね、はい、割とそれでも濃いんで、でこれをスプーンですり切って6杯分ですね。で結構6杯入れちゃうんで、通常のねちっちゃい400のシェーカーじゃったらあれでしたら溢れちゃうんで、
このね、ジャンボシェーカーで飲んでください。で、こちらにすり切って400ぐらいの水を目安に6杯入れていただいて、シェイクして飲んでいただくっていう形になっております。で、値段の方なんですけれども、こちら超増量、本当にね、体を大きくしてほしいので、やっぱり継続して続けてほしいっていう意味も込めまして、こちらの5キロサイズとなっております。で、こちらのね、5キロサイズで14,800円となります。で、こちらの5キロで結構回数あると思っちゃうんですけど、1回で 200g のパウダー使っちゃうんで、実際25食分ぐらいしかないんで、毎日飲まれるんであれば、だいたい1ヶ月ぐらい、25日でなくなっちゃうんで、全然多くない量になってます。今まで多分、バルクアップしたいと思って、いろいろね、商品とか試していただいた方とかもおられるんですけど、何を試してもダメだったっていう方にね、ぜひ試していただきたい商品になっておりますんで、ぜひ、大きい体を手に入れたいっていう方はね、こちらの商品で試していただければと思います。で、先ほどからね、私と布目がね、着てる服が、こちら去年発売されて、もう大人気でね、何回か再販もさせていただいたんですけれども、その度にね、すぐに完売してしまった大人気商品ですね、チートデイシリーズっていうのがあったんですけれども、そちらからね、今年はスーパーチートデーっていう形で、ボリュームがね、去年よりさらに厚みを増して、さらにね、もっと多くの量食べてほしい。具が増えましたね。そう、スーパーチートデー T シャツ。こちらのね、今日増量と一緒に発売されます。で、色の方は3色展開ですね。僕が着てる白と、布目が着てるグレー。で、こちら今前にあるブラックのね、3種類になります。裏は無地ですね。そうですね。裏は何もない無地に。今回、バージョンアップしたこちらのデザインの方なんですけれども、上からバンズですよね、これ。はい、バンズで、それからトマト、トマト、レタス、レタス、厚切りベーコン、厚切りベーコンですね。玉ねぎ、玉ねぎ、はいはいはい。で、ハンバーグ、ハンバーグ、チーズ、チーズ。で、またハンバーグ、ハンバーグ、はい。で、目玉焼き、目玉焼き。で、トマト、レタス、で、ポテト、あ、これポテトですね。はい、で、マヨネーズ。で、バンズに戻る。去年より数段パワーアップしてますね。これでこそ肉も入ってるし、ベーコンも入ってるし。そうですね。で、去年のチートデイも完売してすぐ、数時間のうちに完売してしまって、今回もね、もしかすると、早期の完売がね、予想されますんでね、ぜひお早めにね、販売の方が8月21日水曜日、お昼12時ですね。サイズは、はい、S と M と L と XL ですね。ちなみに今僕らが着ているのは、これ M ですね。皆さんも M ですね、多分。ちょっと須村さん、若干ちっちゃそう。そうですね、僕いつも L の服を着るんで、ちょっとタイトですね、うん。女性でしたら S か M ぐらいがいいかと思いますね。こちら単品ですと、それぞれ2980円。そうですね、2980円となります。はい、で、今回はさらに、うん、さらにですね、そう。超増量の発売記念といたしまして、超増量と、こちらのスーパーチートデイ T シャツ1枚とジャンボシェーカー、これ超増量飲む用のジャンボシェーカーのこの3点セットで、通常でしたら18,980円になります。のところを今回は16,500円。はい、なんと通常単品で買うより2480円分安くなります。大丈夫ですね。ぜひね、これからバルクアップしていくとか、そういうね、ご計画がある方とかはぜひ、ね、こちらの超チートセット、超チートセットですか、超チートセット名付けましょうか、はい。8月21日の水曜日お昼12時から、ただ数量がもうめっちゃ限定ですね。めっちゃ少ないので、欲しい方はね、お早めに、うん、お急ぎお急ぎいただいてお申し込みいただければと思います。ぜひね、こちらのスーパーチートデイ T シャツを着ていただいて、こちらの超増量を飲んで体を大きくしていただければと思います。それではこちらのね、超チートセットがね、良かったと思う方はね、グッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは
次のね、レビュー動画の方でまた会いましょう。さよなら。